55からの竹の子生活静岡県の J1J2J3JFL の観戦の感想2024年6月26日から7月20日開催分です6月26日水曜日ジュビロ磐田対東京ヴェルディミクリア駅から約20分歩いてヤマハスタジアムへ到着入場者数は9772人 東ヴェルディのサポーターの皆さん、ようこそ岩田へ2024年明治安田定番リーグ第20センス人権サポーターマッチジュビロイロッ東京ヴェルディ <noise> <noise> 私のの試合の感想。前半ジュビロ・磐田は東京ヴェルディのワントップに対応し両サイドバックが高い位置を取りツーバックとして試合の主導権を握る。東京ヴェルディは自陣深くからの攻撃開始が多く速攻にならない。前半は0対0後半も攻撃のリズムが良いジュビロ・磐田がダイレクトパスセットプレードリブルからとゴールを重ねて3対0。 6月29日土曜日本田 FC 対栃木シティオートバイで本田宮古田サッカー場の無料駐輪場へ到着観客数は859人栃木シティのサポーターの皆さんようこそ浜松へ 私の試合の感想ホームタウンが栃木県南部の栃木市だから栃木シティで J2 の栃木 SC は栃木県中央部の宇都宮市がホームタウンと今回を機に知った試合開始前に栃木シティの選手たちは筋トレなど鍛えられた体型だと思った試合を通して栃木シティのボールへの寄せが速く本田 FC がかわして ショートパスで前に出ようとする展開だったが、栃木シティが決定力を見せ、前半と後半に1点ずつ取り、本田 FC はこの日はゴールが遠く、0対2。6月30日、日曜日、清水エスパルス対ファジアーノ岡山。JR 浜松駅から在来線の休日乗り放題切符で日帰りし、320円節約。草薙駅で下車し、 静岡県立美術館へ寄り道静鉄電車で桜橋駅へ移動し IAI スタジアム日本平までポケモン GO をしながら歩いて約1時間で到着なお帰りは JR 清水駅へのシャトルバス利用。 入場者数は1万3759人ファジアーノ岡山のサポーターの皆さんようこそ清水へ。<noise> 私の試合の感想。清水エスパルスは4・2・3・1で攻撃時にはパスを前後左右に回し守備時には一旦引いてブロックを作る。ファジアーノ・オカヤマはボールをダッシュするとパスをつなぐカウンターで攻め込むことができ前半は1対1。後半清水エスパルスが決定力を発揮して2得点しファジアーノ・オカヤマは無得点で3対1。 7月6日土曜日、藤枝舞 FC 対水戸ホーリーホック。藤枝駅に到着し、無料シャトルバスで藤枝総合運動公園サッカー場へ。入場者数は2915人、水戸ホーリーホックのサポーターの皆さん、ようこそ藤枝へ。 私の試合の感想ミト・ホーリーホックは4四4 2のツートップが強力でディフェンスラインからツートップにロングボールを入れミッドフィールダーに下げてボールキープしもう一度ツートップに戻してシュートで終えるという攻撃を継続藤枝舞 FC はゴールキックやキーパーからのロングボールが多かったがキーパー北村選手の超ロングパスと選手間をコンパクトにしたショートパスで反撃。 前 FC の2トップの決定力が発揮されて試合結果は3対17月13日土曜日藤枝前 FC 対愛媛 FC この日はオートバイを選択なお 125cc を超える二輪車は駐輪場800円台の予約が必要です帰りは通行規制で話方面に迂回、国一矢田西インターチェンジから浜松へ 入場者数は人。FMFC のサポーターの皆さんようこそ藤枝へ「リベンジ1万人企画は惜しくも達成ならず T シャツとペンライトありがとう」。 私の試合の感想藤枝舞 FC は1試合を通してディフェンスラインからパスをつないで攻撃的でよかったディフェンス間でカットされての大ピンチもなかった愛媛 FC は守備では前線からプレスをかけ攻撃ではディフェンスからフォワードへ垂直の速いパスのカウンターで隙を見せないサッカー前半は0対0 後半に愛媛 FC は縦に斜めのパスをつないでからシュートを決めた藤枝舞 FC は後半途中出場のウェンデル選手が攻め上がり攻撃パターンを増やすが得点はできず0対17月20日土曜日アスルクラロ沼津対 FC 岐阜 JR 青春18切符で在来線の浜松駅と沼津駅を日帰り少し 沼津駅南口を歩いてみました沼津駅は南口から北口への無料通路がないので西側を迂回今回は青春18切符なので改札を通れたけど今後の参考で沼津駅と足高広域公園多目的競技場を路線バス臨時便で往復入場者数は3581人。 FC 岐阜のサポーターの皆さん、ようこそ沼津へ。<music> 私の試合の感想、試合中に風がなくて蒸し暑く感じる中、前半は両チームともにディフェンスラインからショートパスをつないで、ミスなくシュートで終わる中、アスルクラロ・ヌマズの菅井選手が、素晴らしいロングシュートを決めて1対0で折り返し、後半は FC ・岐阜が運動量を増やして試合をコントロールし、何度もチャンスを作り、ショートパスの連続からゴールし、1対1。 アスルクラロ・ヌマズはクイックスタートのショートコーナーにセンターバックの中村選手がよく頑張って上がってきていてゴールを決め試合は2対1で終了ご視聴ありがとうございます。終わり。